どうもゲーム実況者のゼルダです。本日もよろしくお願いします。ゼルダと申します。よろしくお願いいたします。よっしゃ。さて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 、お、これちゃんと Wii U 版のコントローラー説明になってますね。うん、いやー、行くよ行くよ。おい、何してたんやったっけあ、そや、あの青いほっこらした祠を目指して、うわー、グレートホールになってる。これ無理やん。あ、あそこに橋あるわ。あ、これ渡れんのか。はいはい、なるほどな。うん、あー、ちょっと少しやらないと、少しやらないと、あの操作を忘れてしまう。え、この道もう雪山になってない？え？え？無理やん。あ、しかも寒いし。あ、嘘。痛い。あ、寒がってる。かわいい。かわいいな。うん。そっかそっか。じゃあちょっと、ポカポカの、ポカポカの実食べようか。あ、でも、ポカポカでかつ回復するやつにしよう。これ。じゃあ、ピリ辛炒めポカポカ。食べよう。うわぁ。イェーイ。よし。よっしゃ。もうこやで、とりあえず壊れるまで使おう。んで、じゃあ、結構あれやな、あの5分って早いな。よし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 、さっさといかんと。結構、あー、違うんや。あ、元気？みんな。どうも、ゼロだと申します。今日はこの、ゼルダというゲームを実況プレイしていきたいと思います。はーい。そうですね。うん。そうか。じゃあもう、ポカポカそうみたいなん飲むか。何やったっけ？これか。ピリ辛薬。うん。OK。行くぜ。よし。うん。ここ出てくるかな、敵。はよで。あれ？出てけへん。こういうことやんな。あ、じゃあこれじゃあ、あれ？あ、これか。マグネキャッチ。あ、マグネキャッチやな。あ、じゃあ出てきた。あれ。よし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 。よしよしよし。あ、あったあった。ん？あれ？あれ？あれ？あ、来たけど、あれ？よし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 。あー、違う。これ違う。これ違う感じや。待って。位置関係がね、大事やからね。そうそうそう。こう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 。あ、違う、あれ？よいしょ。そう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 。で、ん？あれ？これじゃ落ちるよな。あ、いけた。オーケー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 。よしよしよし。あー、違うねーん。Wii U 版です。プロコントローラーじゃないです。 Wii U 版でございます。はい、むずいな、ここ。 Oh, you have made a lot of progress. Yeah. いや、そんなに進んでないよ。ちょっと待って、これてよ。うん、とりあえずピリ辛そう飲んでやな。結構難しいな。何回ゲームオーバーになるの。何回だよ、何回でもなってやるよ。なんだ、文句あんのか。フルちゃんだぞ。あ、来て来て。ちょちょちょ、うん、よしよしよし。
状況。あーすごいな、なんかこの感性で広転がっていく感じもすごいな。なんて面白いゲームなん、なんかええな、うん、感性もすごいな。よっ、あー違う、あーああこれこれこれいけんじゃん。ああ違う違う違う、あおお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 おいいよ、あっ俺はここをクリアできるのか今回、この今回の放送で何回死ぬねんほんまちょっと待ってくれ、この冷えた水強いぞ。よっしゃあ、出し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 、行くぞ。で、待て待て待て、とりあえずこの辺近づくとこのハゲどもが出てくるのでこれは倒す。うん、よし、でまあまあまあこの辺しっかり拾っとく。この辺も撃てんじゃないの、撃てへんか、そうか前は。で、じゃ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 、よしよし、でどういう風に置くべきかな、この辺、おお違う、よよこうだ、はいもう、あー違う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 、よし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 、待って、ここで何か食おう、何か食おう、うん、そんなに出来が良くないやつ、まあ、焼き獣肉でいいや。オッケー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 、ちょっともう一個、もう少し食べよう、焼きリングも食べておこう。よし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 、あっ、あっしょーい、はあ助かったいけたぞ、皆の衆やったぞ。そしてこの雪山越えられるのか、俺は結構難しいねこのゲームね。画質が、うん、まあ画質はね我慢してくれ、こんなもんなんだわ。スマホだとねほんまひどいかもしれん、ちょっと、うん、でもなんかね直らへんねん結構。よっしゃ、牛くんよりは進んでないやろ。この放送おかんに見せたら買ってくれるかもしれん。そうなんそんなに、そんな効果ある、見せて見せて、どんどん見せて、でみんな顔どんどんやろうね。うん、おどうなってんだ、よしよしよし、ちょっと寒さガードが、ちょっと待って、うん、剣、剣になろう、兵士の剣じゃない、錆びた剣でいいや。よし、ちょっと買っていこう。寒さガードの機芸名が、よし、どっから登っていくんやろこれ。うお何してんねん、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、あこいつらこいつらてめえこの野郎、そんなことしやがって、うん、もう真正面から行く、よっしゃ、あ投石された、ちょっとなんか武器ないか、よし、じゃ武器なかった何で戦おうかな。兵士の剣もったいないよな、まあ槍かな、よしよしよし、おボココンボいいですね、この辺から使っていきましょう、やらせんよ、ういよしよいしょ、うわあそういうつもりじゃなかったねえ、いや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 、いやゼルダねめっちゃ楽しいよ、買うべきか、俺ゼルダ経験者じゃな、あのゼルダではね、あの神々のトライフォース経験者ですそれ 3D ゼルダっていうんかな、ほとんどやったことない、うん、トゥミン家のほっこら来ましたね。
よいしょ。うん。ミノルの、あ、ミノル軍師さんね。いや、見てない、見てない。うん。ウッシーのちょっと見ただけ。俺。うん。ワイワイさんも見てないよ。たくさんの人がゼルダをやってるのは見たけやってるのは知ってるけれども、ウッシーのちょっと見て、あ、やっぱ買おうって思って買ったから。うん。そう。見てない。基本的に見てないです。ライネル白強すぎ。何何それ。いや今回のリンゴ可愛いよな。なんかね、躍動感あってね。うん。ホッコラーを訪れしもで私はトゥミンケ女神ハイリアの名において試練を与えよう。氷柱の力。え、ここの中も寒いの。もうやめて。あったかそう。あんまり持ってきてないねんからねえ。シーカーストーン認証アイテムの入力を開始します。うん。よっしゃ。うん。よし。そう、毎日投稿してるから早いでしょ動き。アイスメーカー。作り出した氷柱はとても硬く溶けることもない。水辺での足場や障害物として利用ができる。作った氷柱にもう一度使うことで破壊もできる。へえ。めっちゃ面白いやな、ほんまな。いろんなことができるんだな。おお。おお。なんかあれやな、ハガレンみたいやな。え、こんな、え、ちょっと待って、ちょっと待って、これ何回でも作れんの。え、何もでも作れやん。なんなんそれ。こんなんいいの。え、ちょっと待って、でも俺作る場所完全に間違えたよな。待って。イエーイ。助走リンク楽しいですよ。え、そんなんしたい。まずいな。え、これは、うん、これは、あ、普通にこれでええんかな。ああ、なるほど、そういうこともできんねや。へえ、なるほどなるほど。待って、ちょっと待って。あ、まずいまずい。寒い寒い寒い。待って、ご飯ご飯、あったかいやつ、あったかいやつ、あったかいよんだから、これか。ういうい。そっか、ね、これ壊しとかんとあかんのか。うい。お、何をしている。もう、あいた、てめえこの野郎。えい、だま、爆発する。でい、ほだネジいただきました。で、痛い、冷たい。ここも足元にやるやつかな。足元を狙う、これか。あれ、ん、あかんやつ、ん、あ、そっか、水があるとこじゃないとできひんのか。なるほどなるほど、そういうことか。この辺か。よいしょよいしょ。あ、届かん。あっ、なるほど。待って、ここか。待って待って待って、いけ、にょ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 ん、こういうことか。なるほどな。なるほど、ザワールド。にょ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 。私はフルコンだよ。うん。あ、ドルノガでもできんねや。すげえな。謎解き要素が。あ、もうついた。やっぱ、チュートリアルやね、ホコラは。簡単やね。名探偵フルコナン。フルコナンや。名探偵フルコン、ただのフルコンや。それは。試練を克服され、よくぞここまであなた様ことまごうことなき勇者。
今こそ女神ハイリアの名において克服の証を捧げましょう。さ、わしの腹から出た胆石じゃとくと飲まれ。ギャー、うーん、ちょっと甘い。こいつブロン液を飲んだな。はい、これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんこと。役目早いなこんな簡単な仕掛けをリンクに捧げたら終わっちゃうな。あなたの役目、寝るからアーカイブ頼んだ。おう、頼むな、頼む、頼まれた。アーカイブまた投稿するよ。今日投稿して明日も投稿した。明日も投稿するよ。うん、で今日のアーカイブも近いうちに投稿するよね。あさってはときめも GS の東京アーカイブ投稿するし。アーカイブマンだ俺は。どうだ、アーカイブマンだ。何ここ、温泉。じゃ、違う違う違った、温泉ちゃん。あ、じゃあやばい、ああの温泉どっからどっから。オートセーブされてるよね、クリアした時点で。よーし、俺はそれを見込んだ上でやった。うん、だってあの温泉、温泉じゃない、なんかポカポカしてんのよな。でもな、あ、でこれで、うん、なんか真ん中にあるもんな。これ絶対なんかあるよな。作ろう、よし。で、よ、よいしょ。よ、あれなんだ？えい、やったー！そういうことだろ？そういうことだろ？じゃん！もしかしてだけど、オパールなんじゃないの？ありがとう。よし。で、これ壊しとかんと、あれ、あ、出せんくなんの？よし、そんなことはない、大丈夫。あとどうしよっかな。なんかいい所帯やな、ほんまに。なんだろうな、まあ、この雪山もクリアしたので、あと、うん、トゥミン系だろ。どの部屋やな、この奥かな、この奥らへんにあんのかな、ほこら。うん、っていうか俺なんかあの黄色は、黄色はでもランガイやな。待ってよ、あの黄色は俺どこに印つけたんや。え、いや俺黄色どこに印つけた、ほんまに。ここめっちゃ見やすい、なんかいろいろ。ん、あ、黄色あった、あそこか。あ、ちょ、間違えた、なんかピン刺してもうた、間違えた。あっちのあの黄色ってなんか、あ、めっちゃ遠いな黄色。 あかんわ、関係ないわピン削除、はい、これ関係ないわ。うん、ね、よし、じゃあちょっとまあまあまったり探してみるよ。うん、こっちの奥の方を。よいしょ、マップにマップピンつけると分かりやすい。ふんふんふん、うわあ、ちょっと待って待って、そうだった、忘れていた。これとかも、はい、待って、うお、びっくりしたー。うん、まあまあ、うん、頑張るよ自分で。イェイイェイイェイ。まあ教えてほしくなる時もあると思うけれどもね、うん、まったりと、全然ね、そんな早くクリアする必要もないんでね、まったりとオープンワールドを楽しんでいきたいのと思っております、私。はい、楽しいなこのゲームは、本当にな。もっとズームしよう。このハイリア山の向こう側まで行きたいな。よし、で結構時間がやばいよな。うん、あ、
延長しな。言うてもね、今日はそんな長くやらないけどね、もう遅い時間なのでね。うん、そうそう、クリアするだけならすげえ早いらしいよね。早くも終わることができるらしいね、うん、あれ、ん、あ、こっちか、うわー、この寒さもチャラヘッチャラになる頃とか来んのかな。なんか防寒具みたいな、っていうかまあ薄着すぎるからな自分がな。もう普通に防寒具とか手に入らんのかね。うん、草も生えんわこんな寒いところね。あるはずよね、きっとあるよね多分ね。おーおー、あ、これあれか、またパラセールゾーンか。うーん、そういう感じ、そういう感じか。なんもなかったな。この辺なんかな、どの辺なんかな。あ、東の神殿とかなんかありそうやな。あっち行ってみるか。どの辺か教えて。いきなり諦める男。大体どの辺か教えて。あの辺、うん、右、右、あ、右、ほら合ってんじゃん。ほんじゃ今のとこらへん、え、この辺にあったの、え、この辺なん、ほんまに地味辺、うん、うっそ、あが、もう視聴者が信用できなくなってきた、だんだん。みんな好き勝手言い出した、これは信用できんやつや。うん、というわけで俺はみんなを無視してこっちに行く。うん、なんかある、なんかおる、敵か。あ、剣で戦っちゃった。あ、いや、これは開けよう。うい、いただきまーす。琥珀。まずいな。寒さガードが消えた。ちょっと待って。ん、でも、うん。よしよし。あれ、ここも。うわ、ちょっと危ね。やっぱ寒いんや。あれ。ちょちょちょ、で、待って、うん、ワープするべきかな。ワープするか、ちょっとここに、うん、うん、塔の上からね、マーキングね、1個見つからんかってん、普通に。うん、あ、ワクワンライブ仙台チケットありがとうございます。ワクワクバンドというバンドをやっておりまして、それのライブがあったりします。ありがとね。うん。よし、こっから、右やからな。うん、ゴブリンたちはびっくりしたやろな。うん、消えた、うんってなっただろうな。ザマー、味噌漬け、お茶漬け。獣肉でも食うか。よし、焼きどんぐり、よし、いいじゃろ。でもこれ右ってこの辺ちゃんね。よし、ちょっと上の方行って見渡そう。うん、あんな雪山のややこしいところにね、2つも祠が最初からチュートリアルの段階からあるとも思えないので。ああ、ちょっと飛んでたか。ポカポカ蝶々結構いるからな。うん、一瞬見てる人が多くて放送追い出されて、え、マジで嘘やん、俺の放送なんか追い出されへんって。あ、なんかおる、待って、でもまあなんかおるけど、それよりも見ましょう。
見渡そう。マジか。いやいや、言うてもそんなに人は。あかんな。こっからじゃ、やっぱ塔の上やな。とりあえず、塔の上行くか。うん。あいつら倒して先に。ここって寒いの？寒いんや。寒いんじゃん。むっちゃ寒いんじゃん。てかさっきの場所じゃん。塔行こうとりあえず。うい。白室行くよ。どうもどうも。ありがとうよ。うん。よいしょ。ちょっとなんか美味しいものないかな、なんかね。はい、こんばんは。元気な挨拶よろしいですね。うん。こんばんは。ギシー！あと一つの祠教えてくれ。あと一つのはずなんや。なんかこう。はい。ギシー、あと一つ。どの辺やろうな。教えてくれへんかな。コツ教えて。新しく覚えた操作はポーズ画面でいつでも確認できる。そんなことを言ってるんじゃないんだ。望遠鏡を使うといいだろ。知っとるわ、そんなこと。そういうことじゃないんだよ。望遠鏡を使ってどの辺を見ろまで教えてくれと言ってるんだ、俺は。本当にもう。あいつは使えねえやつだ。あそこ一個やろ？待って、でも右右って言ってたから、おこっちこっちの方面、こっち方面、こっち方面ちゃうかな多分。下下下下、あった、あれじゃん、あれ今なかった、あれ、あ、あんじゃん、なんだ、近っ割と近かった。なんやなんや、一番むしろ最初に見つけるべきとこじゃん、今の。それぐらい近かった。東大元風紀とはこのことよね。うん。ね。よいしょ。元風紀さんってあんまミンクなったな、そういえば。うん。よいしょ。うん。でってて。さあ、行くぞ。ハビタのやりが壊れそうだ。持った瞬間言わんといてくれ。わしかて、わしかてこのやりで長いことやっていこうと思ってるんやから。うん。今日は何時までやるって。いや、1時間ぐらいで終わろうと思ってるので、あと30分ぐらいやな、言うてもな。うん。細かくやっていきましょう。ゲームは1日1時間まで。なんて守れないよな。よし、ちょっと待って、錆びた剣。あ、ちょっと待って。ポカ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 蝶々いる。ポカポカポカラポカラセロ。よし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 。小悪魔アゲハ手に入れました。えい、ねえ、ういうい、ハゲ、あ、おなんかおる。あ、踏ん張りバッタおった。あ、踏ん張り顔か。うにゃ、草刈るだけで壊れるかな剣って。ね、生放送ってどれぐらいのペースで。いや、いつもはね週1なんやけどね。ゼルダ買ってから今週はめっちゃやってるな。3回目やもんな今週。うん。で、今週末は公式放送で、あの、なんだ、ワク MGQ ワクワク層というのにも出るので。で、昨日 GS やってたし、生放送だらけです今週は。お、なんだ、え、なになになに、顔、え、スーボー、え、ちょ待ち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 ちょ、セーブしとっか。せやな、セーブしとっか。せやな、こまめなセーブはいるよな。うん、セーブするする。いや、怖い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 。スイッチのゼルダもやります。いやー、もうゼルダ別に、え、スイッチでもう一回やる意味はあんまないやろ。なんなんこれ、なんなの。よいしょ、よいしょ、これビーム打ってくるやつじゃん。ああ
いや、ちょっともう一回戦ってみよう。そうや、こんな敵おったよね。うん。洞窟とかにおったよね。まあ、待てよ。まあ、任せよ。おら。壊れた、いきなり逃げるか。わーい。逃げよう。何もない。うわー、まだおる、まだおる。ちょっと待ってくれ。そうか、あれは相手にしない方がいい。倒すこともできんの、一応。弓矢か。え、お、あれ聞いてなさそうじゃない。まあいいか、無視や、あんなもん。よし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 。あのね、わーい、わい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 、おーしよ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 し。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえとこだったぜ。よい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 よ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえな、ほんとにな。あ、えっ、あっ、くそー、逃げてー。うおー、まだおる。ちょっと待って、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 無理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 。どうなってんねん。あ、ちょちょちょ、こっちや。え、ちょっと待って、どこがどうなってんのこれ。これ、あ、ちょちょ、これちゃう。いやー、50本は弓矢いるんか。それは無理やな。え、どうすんのやろ。え？これあるの意味深やよな。なんか意味はあるんやろうけど、あ、でもないな。っていうか俺ここ行きたいねんけど。よし、どこや。どこにおるんや、ほんまに。うん、あれで行けるんやけど、あれあれあれでいける。ハンマーとかかな。弓矢。あ、爆弾やちゃん。まあまあ、いや、もうちょっと倒さんとこ。え、ちょっと待って。俺もう俺。おで。おで。見ないで、見ないで。見ないで。私のこと見ないで。私、化け物だから見ないで。おぉ。なんとか回避。こっち来たからってあかん。あれ？どこ？俺が目指してた場所。あれ？ん？よっ、こんな上行っちゃったら危ないよな。あ、あった。よっ、おお、危ねえ。よし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 。じゃあバシフの祠に来ました。オッケー。いやー、またそのうち倒すわ。もうちょっと強くなってから。てか、ハート欲しいわ。ね。もうちょっとハート増やしたいわ、俺。ほんまに。ドゥーン。ハートの強い子になりたい。今、ハート3つやからね。豆腐メンタルやからね。フルコンゼルダは。もうちょっとメンタル強くならないとな。このゼルダの。荒波は渡っていけん。祠訪れし者よ、私はジャバシフ。目が前ハイリアの何を置き試練を与えよう。破壊の力、ジャバシフの祠。すっごいのん手に入りそうやな。うん。ういいいういいいういいいう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 いごまだれ、ごまだれ、あれ、ごまだれは、あ、ごまだれ。おお、リモコン爆弾。爆風で魔物にダメージを与えたり物を破壊することができる。丸と四角があるのに状況に応じて。おい、これじゃないか。
これじゃないか。これであいつを吹き飛ばすんだよ。うん。あ、ちょ、置いちゃった。間違えた。え？爆発は？ L、L、L か。いや、間違えた。間違えた、間違えた。おお、え、こうやって自分食らう？どうなんやろな。で、四角やと？四角は？転がらないんかな。うん。よっ。うんうん。まあ、そういうことやんな。うん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 。ダメージ受けるんや。受けるのか。自分も食らうか、やっぱりな。そうやな、丸は転がっていく、四角は止まってくれる、そういう感じやろな。えっ、間違えた。全然違うやんけ。よいしょ。うんうん。オッケーオッケー。えい。よいしょ。でーん。イエーイ、宝箱。達人の両手剣。いいですね。結構強い武器がたくさん手に入ってきましたね。いやけども、まあまあ、とりあえず錆びた剣でもしょぼいのから使っていきましょうかね。よっしゃ、うん、えい、オッケー、えい、うん、なんだと。はい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 。よいしょ。あ、結構飛ぶ。失敗した。旅人でしたね。失礼しまして。そんな揚げ足ばっかり取る視聴者知りません。失礼しましてね。今日もやってるよ。疲れを癒しに来てくれたのかい。君の疲れは言えないよ、僕の実況では。だけれども楽しくすることはできるかもね。何これ、え、うん、何これ、あ、なるほど、そういうこと、そういうこと、はい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 、置きましょう。ちょっと待って、あー、俺も飛んじゃうー。あれ、でもどういうことやったやろ。あー、うん、うんうんうん、あー、やっぱそうやんな。なるほどな。おおお、はいはいはい。あ、まあこれはそういうことよね。ああやって使えよってことやんね、要は。オッケーオッケー、問題ない。うん、よいしょ。あれあれ、オッケーオッケー。うん、で、ここに置きます。で、ビューンと飛んでって、こういうことやね。オッケー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 。やったぜ、やったぜ。よっ。ちょっとこれ近いかな。おお、危ねえ。いや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 、よかったよかった。オッケー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 。あ、もうクリアか。なんだよ、歯応えがねえな。なんか映ってあるな。持つ、あ、もう一回持つこともできるわけね。はいはい、そりゃそうやわな。うん。えいえい。こういう感じのことができるわけね。はいはいはい。オッケーオッケー。まあ楽勝楽勝。やったぜ。さあ、これで世界が広がりそうですね。うん。もう一つ力があるはずなんやけど、それはもうちょっと先か。克服の証を授けましょう。ほれ、わしの胆石じゃ。あ、しょっぱい。これは塩辛を食べた後のようだ。ありがとうございます。ゼルダとリンクってそういや結ばれないよな、ずっとね。言うて暇やから、姫やからな。え、左の方に、え、え、え。
ちょっともう一回入るか。何か俺は取り忘れがあったようだ。もう一回入るか。え、なに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 、もう来んなって、お前。もう一回入るっつってんだからさ、俺。なんだよ、お前。なんだ、お前は。時が来たな。来てねえよ、まだ。お主に全てを話す時が。四つの祠が交わる場所を訪れるのじゃ。わしはそこで待っておるぞ。よいか。四つの祠の交わるところじゃ。まあまあ、そんなことより、どうもよいしょ、私は、もう一回行きます。うん。ういーん。そうか、隠し宝箱みたいな結構あるんやな。うん。ね。そういうのもしっかり見つけていきたいね。うん。コログの実もいるもんな。うん。ね。よいしょ。ういーす。で、ここの宝箱は取ったのでいいでしょう。うい。よいしょ。うん。で、おーい、おい、おい。よいしょ。あ、ちょ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 。うん。よいしょ。よいっす。はい、かけへん、ほいへん。うん。オッケーオッケー。あ、やっぱ取り逃してたんやな。うん。結構、そっか。そういうのがあるから、しっかり見ていかなあかん。でも、前の祠はさ、あれもあったからさ、なんかいろいろさ、ね。こっちにあるってことか。うん。ズドン。あ、なんかあるやん、ほんまや。なんだ。しかもあれは自分が飛べばいいだけか、単純に。ウェーイ。楽しそう。やったぜ。オッケーオッケー。うん。で、これ奥まで行くと、ワープできる？ワープできるな。4つの祠が交わるとこ、この辺やな。あ、でもちょっとまあ出るか。うい。コログ900個集めたやつの記事見たよ。ね。うん。ね。うい。そうそう、爆弾無制限ですけれども CT 制なんですよね。よいしょ。殺人の剣だ。お、盾って全然壊れへんな。俺が使ってないからかな。ね。お、うん。ね。よっ。ウェーイ。よし。よし。よっ。関係ないか。ああ、あそこか。あれか。うん。よし。おりゃ。あ、違う違う。そっちじゃない。あ、なんかおる。おら。強いな、爆弾。どっちにしろ。うん。よし。ほら、全然効かへん。うおー、うわよし、よいしょ。全然効かへんやん。マジか。うん。うわーい。全然復活すんなこいつ。しかもなんかおる。ちょめっちゃ来るやんけ。よしよし、ちょっと待ってくれ。よし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 。OK。で、うん。
マップで伊勢湖の横に箱マークがついてると宝箱コンプ。ああなるほどね、そういうのや。ふーん、パリーってどうやるんやったっけ。じゃあ、それじゃない、それじゃない。ん、パリーは、ん、違う、パリーはこれじゃないな。違う、これでもない。え、LZ 防御中に A か。あ、これか。はいはいはい、うん。これで跳ね返すの無理やろ。だってちょっとセーブしてやってみるか。あ、僕は見壊れた。あ、マジで。ほい。うん。ほい。来ねえぞ。来い。おお。おお、すげえ。おお、古代の歯車すげえ、結構いっぱい手に入ったし。マジか、マジか、やったぞ、俺はやったぞ。初見さんいらっしゃい。俺が今やったところを見ていたかい、初見さん。すげえ、なるほどな、かっけえな。あれで一撃なんや、なるほどな。ちょっともう一人やりたいな。もう一人やりたいけど、なんか死にそうやからやめとこうか。ね。ここらへんやな。あ、時の神殿跡やな、普通に。オッケー、行きましょう。ね。一発の KO、すごくない？ね。なんか知らんけど、うまいことジャストガードできましたよ。なかなかうまくいかないもん。死ぬのを期待しとてでしょ、皆さん。やらせといて。そわいかんざきですよ。ね。いや、これが実況者のね、あれですよ。なんていうか、あれですよ。ちょっと。リンクがかっこいい？それして、それを操作しているゲーム実況者のフルコンさんは、ん、いいんだよ。君の素直な気持ちを言ってくれて。黄色い声を上げてくれていいんだよ。知ってるよ。みんなの気持ち。ありがとね。くそ。が。くそが。俺はどんぐりを拾ってやる。どんぐりどんぐりどんぐり。くそ、どんぐりの背比べだよ。意味がわかんねえよ。おら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 。で、こっちか。よーし。あ、ちょ待って、あれ欲しい。あー、行っちゃったポカポカ野郎欲しいのにな。なんかね、蝶々が見えた瞬間、うおー、頑張れ、また、うわ結構虫すぐ逃げてくな。これよね、多分あのハゲジジイがいるところは。おーい、なんかおる。あれは倒しとくか。オッケー。リンゴ落ちてる。あ、なんかこれ瓶か。来ないで。来たっけ。お、バレてない。おお、バレてなかった。バカめ。おら、ドン。ちょ待って、死なない。なんで。倒れるかと思ったのに。よっしゃ。ん？あれ、ここじゃないの？っていうか。
あのおっさんは。あしょん。あ、これじゃん、ここや。木漏れ日の中で。ここやろ。祈ろ。アニョハシムニカアンドンコンボニャーヘソーニャー、試練を乗り越え克服の証を授かりし者よ、そなたに力を与えましょう。克服の証を4つ持っている。4つと引き換えに望みの力を。ハートの器を増やすか、とりあえず。はい、では望みの力を与えます。あ、頑張り、おすすめ。ハート増やしてもうた。ハート増やしてもうたんじゃ。うん、うにゃー、あー、お行きなさい。あ、来た、ジジイ。どっちも、そう、ハートも大事よね。そうよ、ハートも大事なんだよ。だからいいんだよ。次頑張るから。次頑張りマンになるから。うん。わしはここじゃ。はよ、上がってこい。なんでそんな上におんねん。上から見下ろしやがって。これだからお偉いさんは嫌いだよ。ほんとに。なにこれ、女神を登ればいいの？ねえ。違うやんけ。どっか登ればいいの？あのじじいめ、これ登れんのか、登りきれんのか。リンクは結構きついぞ。試練の声100もあんの。マジか。そんなにあるんか。よいしょ、よし、うん、オッケー。あいつほんま、自分はパラセール持ってるからいいけどさ、ねえ、そう、リンク自体に慣れてない。そうそう、そうなんだ。俺はゼルダの伝説初心者なんだよ。うん。なんせ神々のトライソーフォース以来やぞ。まともにゼルダやんの。どうだ？何年前だよ。デルデル、ゼルダの伝説のこれやぞ。スーパーファミコンだぞ。ハイラルで、ニワトリ切ってた俺だぞ。まあ、それは毎回あるんかもしれんけど。さすが、さすが。では。おう。わしの本当の姿を見せるとするかの。あ、ムービーやこれ。我が名は消そう。ロームボスフォレームスハイラル。は。かつてこの地にあった国ハイラル。その最後の王だ。王様らしいよ。王様らしいよみんな。大丈夫？あ、王様出てきた、ハイラル王様。今実況中です。ハイラル王様出てきたよ。この国は100年前、大厄災によって滅んだらしいですよ。なんかね、ムービーは消すべきらしいですよ。なんか知らんねんけど。うん。そうなんだよな。そうなんだよな。そう考え。なんかね、その、とりあえずこのじいさんはハイラロウだったみたいです。ハイラロウ。で、あのね、なんか突然王様が現れたらビビるからちょっと仮の姿でいたみたいなこと言ってるけど、別に今表すのとちょっと前に表すのと何が違ったのか全然わからないですね。はい。で、あと5分か。ちょっとだけ延長するか。まあ、最後までやらへんけど。で、そうそう、ガノン君、最悪ガノン君が復活したことによってあの黒い渦巻きがゴリゴリと出てきているらしいですわね。うん、そうなんだよね。王国の占い師が一つの予言を告げた。大地に厄災ガノンの復活の兆しあり。ガノンにこうする力も大地に眠ると、なんかそういうのがね。ね、うん、そう、最悪のガノン君がね、それの100年後、そう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 、そういうこと、それの100年後の話なんですよね。で、
なんかね、巨大な4つの真珠ってやつがいるらしくて。そうそう。で、さっきのあのガーディアン、なんかビーム撃ってたやつ。あいつらもか。あれも、なんか過去のなんか伝説らしいですわ。うん。え、そんところからリンク生きてたってことこことなんかな。うん。ガーディアン古代兵器。ああ、なるほど、そうなんやね。へえ。うん。なるほど。そうなんやな。ハイラル中から特に優れた能力4人を選んで、で、真珠を操るように4人を送ったらしいですよ。なんかね、で、そいつらを英傑と呼んで、姫を中心に、あ、そんな感じのストーリーなんやな。へえ。あ、歴代に出てくんの？そういう英傑たちって。そうそう、姫と5人の英傑が揃えば、ガノンを倒せるぜって思ってたけれども、でもガノンは復活してきたと。っていうか、あれ、延長できてない？ごめんごめん。ガノンってさ、ずっと出てくんの？もう今までのシリーズでも。ねえ。そうなんだろうな。で、ガノンがガーディアンと4つの真珠も乗っ取られて、もうガンガン襲ってきたらしいですわ。ほぼ全部の元凶なんや。へえ、スマブラでしか知らない。スマブラでさえ知らない。あ、ガノンってやっぱ基本的なんやな。エッグマン並みの、なんか毎回敵って感じなんやな。まあ、クッパとかね。姫様って結構立ち向かうよね、ゼルダさんね。で、リンクに後を託して、ガノンに立ち向かって、行ったらしいんですわ。そうなんですわ。スカウで終焉さんで、そっからガノン。俺も過去だ、で、時系列も全然分からへん、今までの、ね、ゼルダシリーズ、中でのやつも。で、あのじいさんはハイラル王だったので、あのゼルダ姫の親だったという感じですね。初代と神々のトライホースはやったよ。うん。そう、ガノンは神々のトライホースからかね。そうそうそう。神々のトライホースからガノンを追ったもんな。ねえ。やっぱリンク100歳超えとるな。100年をかけて復活したらしい、リンクは。神虎2おすすめ。へえ。いや、そう、だってゼルダシリーズはね、やっぱ面白いもんね、やっぱりね。もう全然やってなかったんだよな、もったいないことしたよな、ほんまにな。あ、リンクそれぞれ別のリンクさんなんや。へえ。そんなにリンクいっぱいおんねやな。たまにはリンコとかおらんのかね。一人か二人ぐらいチンコとかいてもおかしくないぐらいやね。へえ。うん。そっか。そっか、だからこれ、その、いきなり、係子村行けって言われたえ。言われたえ。チンクルはおるね。なんか、おっさんみたいな妖精でしょ。見た目だけ見たことある。35歳。やっぱ、おっさんみたいなんじゃなくて、おっさんなんやな。チンクルって。そうやったんや。まあでもリンクもう100歳超えとるもんな。ね。
お、ムービー終わったかな。というわけで、約束のパラセールを受け取りましたよ。うん。ごまだれ。ちょっと荘厳な感じでしたね。はい。閉ざされた大地、コンプリート。うん。やったぜ。大地の断崖を飛び降りられよう。これ王様ですよ、あのじじい。お主に伝えねばならぬことはこれで全てだ。うん、あ、音ない、あれ？ごめんごめん。よっしゃよっしゃ。あ、そう、シンクルのゲームもあるんやんな。もうやるゲームめちゃめちゃ増えるやん、ゲゼルダシリーズハマってしまったら。兵士の弓だって。ありがとうございます。インポを訪ねて。しぼれたばっかりやな、すいませんね。さっきからチンコだの、インポだの。ごめんね、ほんまにね。ゼルダシリーズを汚すなとか言われても仕方ないよね。おお、すげえ、これはテンソン。あ、ちょ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 。すげえなー。なるほどな。で、これで、まあ、なんか、かかりこ村を目指せって言われてね。あ、これか。お、インパを訪ねて言いたくなってしまう。うん、こっからが長いんよな。なんかもう急に広いもんな。で、この先もあるんやね、全然。ここに映ってるだけじゃなくて、ここよりももっと外もあるんやんね。島内結構。だってこの、え、島内？うん、ねえ。あ、これで全部？そんだけ？これで全部？やけど、これがむちゃくちゃ広いの、実は。そういうこと？え、でも島内？それやったら。うん。遠いよな。めっちゃ広いな。でもこれで一応全部なんやな。ああ。え、全部なんやったら一応制覇できそうじゃない？無理か。全然無理か。近いようで遠いか。遠い、遠いな。マジか。で、もうこの状態になったらいきなりガノン行くこともできるっちゃできるって感じなんかな。うん。ウェーイ。パラセール楽しすぎるやろ。いきなりできたぞ。ほら、俺だ。俺だ。俺だ。俺の名前を言ってみろ。やったー。ハイディアのぞ。やった！うん。なんか装備手に入れたぞ。よし、装備しましょう。服って壊れないよね。おい、なんかあんま変わらんねんけど。あ、でもまあ、ちょっとちゃんとしてるな。うん。村でさらに強くなれる。ほんほんほん。ハイラル城付近にガーディアンがうろちょろ。ああ。え、ハイラル城ってどこや？この辺にあるの？ハイリア山。もっと遠くにあんねやろな。てか、これ、遠いな。マジか。お、あ、ちょっと待って。あれ欲しい、あいつ欲しい。うん、おーい。あ、くそ、くそ、くそ。ちょっと、うーい。わあ、あ、くそ。逃げられる。もういいや。よし。ほら。シェイ、不意打ちヘッドショット。そして、からの、ズン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 、ズーン。オッケー、オッケー。問題ないね。ん？うまい？エイムはスプラトゥーンのおかげで上手なったんかな、俺。言うてもな、でもエイム狙いやすいけどな、このゲーム。馬を、あ、さあ、馬がおんねよね。馬おんねよな。なに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 、あそこ。ヘッドショットだ。ええー、上手ない、俺。一発で倒していくねんけど、このおじさん。赤い樽爆発、分かっとるよ。知っとるよ。お、うん、お、これは厳しいな。これは弓狙ってみるか。あ、でも来てるやんけ。
取ってくる。うい。待って。どれで行こうかな。まあとりあえずこれで行くか。痛い痛い痛い。うわ、ちょっと待って。強っ。びっくりした。びっくりした。強い強い強い。ああ、壊れた。え、ちょ、待って、嘘。ちょ、あいつの攻撃力高い。まずい。まずい。ちょ、待ってくれ。強いやつおる。どうしよう。とりあえず焼きキノコ食って。あいつ強いな。ほんま。とりあえず、両手の達人剣。達人の両手剣。遅い。遅い。おっしゃ、トゲボココンボ。よいしょ。待って、で、縦のボコ縦、トゲボコ縦。これはつけて、これ捨てて。よいしょ、よいしょ。ボブゴブリンの肝、気持ち悪い。ちょっと動いてんのかよ、しかも。そんなもんめっちゃ嫌やわ。ハート増えてなかったやられていた。そうやで、ほんまに。トゲボココンボ使ったろ。うえ、強い。よっしゃー、いいですね。いや、強いなぁ、ほんまにな。そう、ハート増やしてたから勝てたんやしね。よかったやん、ハート選んでて。ね。ハートだよ、やっぱり。男はハートだ。炎ね、ありがとうございまーす。ハートなくなったらどうなる？死ぬ。シンプルに死ぬ。そうだね。そして、リトライって言われる。というわけでですね、これぐらいで終わろうかな。今日はね、ちょっと遅い、始めるのがね、遅い時間やったからね。これぐらいで終わろうかなと思います。よっしゃ。また、ゆっくりやるよ、そのうち。ほなね、今日のアーカイブもまた投稿しますわ。ほんじゃ、セーブして終わりますか。よし。じゃあまた、遊びに来てくださいね。バイバイ、ありがとう。